はい、こんにちは。今日は、コード奏法でリードシートって言って、コードとメロディが書いてあった譜面をどうやって弾いていくかっていう初心者用でやっていきたいと思います。はい、今日用意したのは、わらび紙っていう、沖縄で聞くような曲ですけど、リードシートはまあなんかざっくりなんかポピュラーに書いてあるっていうイメージで、譜面だけ見るっていうよりは、実際曲が分かったら、曲の今 YouTube とかあるので、実際の曲を聴いてみて、どんな感じなのかなって言って、それを元にしてさらに演奏していくのが一番いいと思います。そういうのをいっぱいやっていくと、そういうこんな感じかなっていうバリエーションが、増える感じになると思うので、そういう感じで捉えていって、リードシートやっていくといいと思います。リードシートの利点は、結構ざっくり書いてあるので、めっちゃ簡易に書いてあって、誰もが簡単にとっつきやすい。で、クラシックは結構全部ちゃんと書いてあるので、めっちゃ難しいので、その簡単な点を利用して、いっぱい曲弾いていくといいと思います。で、コードを勉強したらコードが分かるので、まず基本的に、まあ、ちゃんある程度外で弾くというか、人前で弾くようなレベルになってるとであれば、オクターブでコードを取れる状態をなんか基準にしとくといいと思います。オクターブか4和音か、もし3和音で取られるとしたら、 Dm7 じゃなくて Bm、 Fm、 G、Fm、 Bm、 A っていう捉え方か、4和音、こういう感じ、これぐらいができるようになっとくと、コード見て曲のコード全部これぐらいをスムーズにテンポの中で弾けるように引き上げておく。それはもし難しければ、後で練習方法を言うので、練習方法をちゃんと言える、覚えておかないといけないけど。で、メロディー、前の動画でも言ったんですけど、このメロディーもちゃんと次の音を準備するようにしておくと、今ここ2の音を常に人差し指で準備してます。ラの方がいいですね。ラの方が、まあ、これメロディーがラの方がいいので、ちょっとラに変えときます。これオクターブで、これ左手オクターブでコードを取った形で、下から2番目の音を省いた形で。そうすると、タータータ。この時こうペダル踏んで、こう1個ずつ弾いてもいいし、これ残したままやると響きがより豊かになると思います。ちょっと聞き比べてみましょうか。オクターブでやる場合と4和音の音でやる場合、オクターブでいきますね。すっきりしたシンプルな感じ。4和音だと少しさらに色が変わつくような、別にどっちでもいいです。なんか明らかにこっちの方がいいって思う方あれば選んでもいいし、すごくそのいろいろ考えると難しいんであれば、どっちか決めてシンプルに開いて弾くといいと思います。結構よくあるのは、コードでこう書いてあるんですけど、 Bm7 って書いてるけど、結構左手はシンプルにして、右手でその7の音を足してあげると、もうそういうコードになるので、もうこの音足したら Bm7 になるんですね。そう、これも左手をオクターブにいってるけど、右手で7の音を足してあげるような G でメジャー7、これだけで結構しっかりしたハーモニーになります。これは A のコードですけど、なんかこう最後にジャーンっていくときに、ナインスの音で入れてるとか、こう響きが綺麗ですね。はい、こんな風
風にしてイントロ、次の段いきましょう。メロディーが、で、ここ A って書いてるのはこれ A パートっていう意味で、ここコードは D です。A パート、コードをこういうポジションで取って、メロディーがここなので左手が かぶってしまうので、この左手省いて、次が、このメロディー弾くときに、さっきも言ったんですけど、右手でメロディーを弾くときに、左手オクターブ例えば取ったときに空いてるところにコードを足してあげる。マイナス7になってるんですけど、マイナス7のこの音とこの音を同時に弾くと超2度の音程でぐちゃっとするので、ここをあんまりそう同時に弾かないようにするとかをなんか無意識で考えてますね。だからちょっとこのここじゃないコード、例えば左手こうオクターブで取るのを基本にしてますけど、こういう3和音のこのミの、ミじゃない、3度、シの音をこう、ちょっと弾き方難しいですけど、こう10度のアルペジオといって、こういう風な和音に弾くと、難しいけど響きが綺麗。Em7 って書いてるけど E7 かもしれないです。どっちでもいいです。まあ人によって違うと思うんで、なんか E7 の時もあったような気がします。まあどっちでもちゃんと聞いてもらって好きな方を選んでもらう。メロディーがあって Em のコードを弾いてるだけ、間で A7 って書いてるんですけど、ここに A7 を、Em7 on A にしてます。ここなんかこういう7のところ動きが自由につけれるので Em7 on A 弾いてます今僕は。でこんな風にして、弾く方、弾く感じ、イメージをつかんでもらうといいと思います。じゃあ B メロ、今ベースを A にしたんですけど、ダダダダダダだけど、今僕が弾いたのはその前の Em7 のところ Em on A で弾きました。こういうのは、曲の流れとか弾き方によって自由に変えていっていいと思います。まあ、バンドでやるときはちゃんと決めてベースが どのポイントで変わるかっていうのを決めてた方がいいですけど、ソロピアノのときは自由で、しか書いてないときは、まあ、一応コードだけ押す、最低でもコードと右手でコードを押さえて3、4、1、2、3、4、何も弾かないんじゃなくて、左手だけ弾くんじゃなくてコードも弾いてあげておくぐらいにしておくといいと思います。コードと右手もちゃんとやっぱ足しておく方が綺麗になるので、あとコード奏法するとき大事なのが、ちゃんと今こう1番括弧まで来たので、1番括弧まで来て、ここまで来
て、こう繰り返しマークがどこに行くか、ちゃんとどういう進行をしていくのか、曲が、これ繰り返しマークここにあるので、次ここに行きます。で、こう、ずっともう一回2回目、こう、A、B、C って行って、次2番括弧行きます。ここ1番括弧って書いてるので、次2番括弧。次はここに行きます。で、ここに行って、また感想。ここで、ダルセーニョ、アルコーダですね。ダルセーニョっていうところに行って、コーダっていうところに行きますっていう感じなんで、ここでダルセーニョ行きます。ダルセーニョはこのマーク、このマークのところに帰ってきます。で、こうずーっともう一回行って、この1番括弧、2番括弧で分かれてたところに、トゥーコーダっていうのがあるので、トゥーコーダでこっちに飛んで終わる。この進行をしっかり守って、ちゃんと そこまで止まらずに終われるっていうのが、できるかできないかで、結構、そのコード奏法をしてる時のレベル、初心者からが、ちゃんと人に聞かせる時のレベルっていうのは、この、ちゃんと、始めから終わりまで、こう、繰り返しマークがあって、どこだって考えてる暇はないので、ちゃんとここ行った後はここっていうのを頭の中でイメージして、練習しておく。で、止まらないで最後までいけるようにする。そうすると止まらないでいけるだけでめちゃくちゃうまく聞こえるので、そういうのが結構コツではあります。今日はこんな、結構簡単に説明しましたけど、まあこういうふうにコードを基本形で最悪、オクターブが基本、オクターブの形ぐらいは捉えれるようにする。それで止まらないように、今ちょっと僕はこの、パソコンの画面見ながらやってるので、ちょっとめくるので、止まったりするかもなんですけど、でここで、A メロ行く、歌のこと知ってたらメロディーがちょっとざっくりしててもなんかいろいろ変えたりしても別に大丈夫です。今間違えちょっと今の間違えました。一番カッコいったので、もう一回こう帰ってきたときに、2回目ちゃんとこう弾いていって、最初はそんな展開とか作らなくてもちゃんとそのまま同じのを繰り返して、始まって終われる方が大事にした方がいいと思います。
飛ぶ1、2、3、4、1、2、3、4、ここまでを、止まらずに、今ちょっと僕あのいろいろこのめくったりしながらやってるので止まりましたけど、止まらずに最後までできるようにこれをゆっくり練習していく。もし何か止まる場所があるかどうかを確認するにはゆっくりメトロノーム鳴らして、このメトロノームは結構遅めの方がいいです。これで止まるかどうか確認する。初めての時に止まらずにいけるというのはほとんど無理だと思うので、初心者の人はプロは多分止まらずにいかないといけないっていう状況になると思うんですけど、初めての曲見てもなので、こういう練習をして止まってしまうところを重点的に、例えばこの G メジャー間違うとしたら、こっからその手前のところ、こっから G に行くときのどういう動きをするか、右手まずこういう動きを見つけ出しといて、その動きを何回も指で覚える、見ないで探せるようにします。で、左手の動きもここは簡単なんですけど、まあ、こう難しくてもどうやって動くかというのを探して、両手が見ないでこうスムーズに動ける段階を5回ぐらい、5回ぐらいやって、同じように、そのもし動きが難しいチェンジがあるところは同じように、このチェンジが難しいところを何回も繰り返します。止まらなくなるまで、まずはメトロノーム使わずに何回もこれが5回ぐらい連続で止まらないようにできたら、メトロノーム使ってここの動き、多分この辺は難しいところが人によって変わってくると思うんですけど、しっかりこの止まるところを発見できることがめっちゃ大事なのと、止まった後、何回もその場所が簡単になるまでゆっくり練習してあげる、数多く練習する、でその前手前からつなげて後までいくっていうのを何回も練習する、でメトロノームで合わせるまでいくっていう、で、まあ、指がなんか指の動き、手の動きっていうのが覚えてあげるっていうぐらいまでやるのがいいと思います。そうですね。で、こうしっかりちゃんとイントロから始まって止まらずに進行、 A から進行していく、繰り返しまくって、こう次のところ行って、次2番格好、次ダルセーニョで、次トゥーコーダーで終わりって、この進行を、弾く前にちゃんと確認しておくこと、弾きながら見たら分からないので、どこだろうって言ってる暇ないので、この A7 弾いて2拍目のところでここ見て、次どこにリピートマークあるだろうって探してたら絶対に追いつかない、いろんな人でもいろんな場所にあるので、なので A から A メロから始まってて A メロに戻ってる、2回目も A メロに戻るとか、なんかそういう風にしてしっかりこの覚えてから練習する。で、最後まで行くって結構そのままは弾けるけど、止まってしまうっていうのが多分弾けた後の次の段階にあると思うんですけど、その止まらずに最後まで行く、これをやっていくといいと思います。はい。今日はちょっと簡易な、そのコード奏法でもちょっとしたコツみたいなの言ってみました。ありがとうございました。コード奏法でちょっと曲たくさん弾いてみてください。じゃあ、この動画が良かったと思った方は、いいねとかシェアとか、チャンネル登録などよろしくお願いします。ありがとうございました。